はい、引き続きご覧いただいてありがとうございます。先ほどの花菖蒲と同じような絵の具で、少しピンクを混ぜてお花を蓮を描こうと思います。この、はがきのバッグは生徒さんが作ってくれたものです。いろいろとこう貼り替えたりできるんですけれども、三宮のクラスの生徒さんが作っていただきました。大切に使わせていただきます。そしてやはり仏さんのお参りとかお坊さんのお布施とかに、こちら表書きをお布施とかお供えとか書いて、夏に活躍することもあると思いますので、お花と葉っぱとちょっとこう覚えていただくと、結構役に立ちます。はい、ではよろしくお願いします。はがきで書きます。はい、真っ白と紫と少しこう薄めのお色で、はい、手前からこう、はい、短い長いが少しあるといいと思います。はい、そしてこういう風に花びらですね、で下の方もちょっとこうめくれた感じのものができたら、続いてつぼみをちょっとつけます。少し濃いめにしてますが、これもいいと思います。蓮のこの今花托を書いてますが、花びらが全部落ちてしまうとこれがむき出しになって、これはこれでまた趣がありますよね。で、蓮の花って4日しか生きてないらしいですよ。まあ、夏の花は一日花っていうのも多いですから、決して珍しくはないんですけれどもね。そうしましたら、ちょっとお水たっぷりにこういう薄いお色で葉っぱの裏側をちょっとこう描きます。薄い色で最初やっちゃいます。そしてこの花托ですね、花托をちょっとふにゃふにゃした感じで、そして少しこういう風に三角を描くようにして、中も軽くこう塗って、はい、後で蜂の巣みたいな、蜂の巣から似てるからハスって言われるようになったらしいですよ。先ほどちらっと説明書きを見た時にそのように書かれてました。はい、そしてこの表側の感じですね、ちょっと一回では行きづらいんですけれども、こういう風にしながら作っていきます。はい、そしてこの中もちょっとこう入れて、ここもう少しまとめますね。はい、そしてここをこういう風にすると少しこうくぼみのある感じになったと思います。はい、そして蜂の巣じゃない、この蓮の花托は9つとか10個とか11個とかって言われてるんですけれども、あ、プチプチと開いて、ここによく布がね、ちりめん細工の布が込めるキュンとこう縫われてたりして、ね、とてもそれはそれで趣があります。はい、そうしましたら、まず、このお花、そして大きな葉っぱ、そして固く、そしてちょっとこうすぼんでいるもの、そして
構これ書くとき緊張します。つぼみと、ね、こういう感じで仕上げて、そしてやはり先ほどの花菖蒲と一緒でお水のちょっとこういう感じの紋を入れて、ラストにこれも私はよくボールペンを黒使うんですが、なんかこうこういう分かりづらいですかね、模様が模様っていうんですかね、そういうのが入ってるんですよね。はい、まあそういった形で、はい、こちら同じはがきなんですが、少しピンクがかったもの、少し紫がかったもの、簡単な描き方なんですけれども、チャレンジしてみてください。今日もありがとうございました。